マリオシリーズ、マリオカートシリーズ、マリオカート8、マリオカート8は、ニンテンドーより2014年5月29日に発売された Wii u 用ゲームソフト。また、2017年4月28日に、ニンテンドースウィッチへ要素を追加した移植版として、マリオカート8デラックスが発売された。本校ではこちらも合わせて記述する。前作、マリオカート7に続き、 タイトルにナンバリングが記されている。本作では前作で搭載された空中あるいは水中での走行が引き続き搭載され、さらに新しく半重力という要素が搭載された。コース上の壁や天井などに半重力エリアが配置されており、半重力エリアに侵入するとタイヤが水平に稼働し、壁面や天井などを走行することが可能。 この反重力の概念から本作のタイトルロゴの8もメビウスの輪のように裏表が反転したコースをデザインしたものとなっている。またマリオカートウィーで初登場したバイクが本作で復活し新たに ATV が追加。7と同様に好みのパーツを組み合わせてマシンのカスタマイズも可能。本作はシリーズ初の HD 対応となり2人プレイ時も 60fps で動作する。また、Wii U ゲームパッドの操作に対応しており、ゲームパッドの画面上には、コースマップや、クラクションボタンが表示される。アナログスティックによる操作に加え、Wii リモコンと同様のモーションセンサーを使用した操作にも対応している。また、テレビを使用せず、Wii U ゲームパッドの画面のみでのプレイに対応している。 シリーズとしては初めてコースの BGM に生演奏が収録され、著名ミュージシャンが多数参加した。トップを走っている時のパーカッション入り BGM も健在。インターネットに接続して遠くのプレイヤーと通信対戦することも可能で、インターネットの通信対戦では1ゲームに最大12人まで参加可能。また、7では搭載されていなかった1人用の VS レースモードが復活している。Wii U と本作を同梱した Wii U すぐに遊べるマリオカート8セットが2014年11月13日に発売された。Wii と異なり Wii ハンドルは未同梱。本作には以下のゲームモードが搭載されている。プレイヤーキャラクターはマリオカート8公式サイトより。Wii U 版。 8での隠しキャラクターは各グランプリで優勝することで一人ずつ解放されるが誰が解放されるかはランダム。本作は隠しキャラクターを解放していない状態でも CPU キャラクターとして登場することがある。また、追加コンテンツ購入によりキャラクターが増やせる。スイッチ版、8デラックスではほぼ全ての追加コンテンツのキャラクターも最初から含まれているだけではなく、 最初から選択できる。グランプリにおいて、8では e 3 c 優版に登場した12人に限り、初期スタート1の上位2名が固定されていたが、8デラックスでは、ジュゲムキングテレサリン組を除くすべてのキャラに、最大2人の固定キャラが割り振られている。性能配分は、8では2種類、8デラックスでは6種類。性能配分は、8では2、DLC キャラ用の2種類。 8デラックスでは5種類。性能配分は8では3種類、8デラックスでは5種類、8デラックスではデフォルトで登場。第1弾、第2弾その他レース内で観客や障害物などとして登場するキャラクターの一覧は障害物。マシンパーツはレースでコインを一定枚数集めることで入手可能。前作、マリオカート7同様。 自分だけのマシンをカスタマイズすることが可能。カートフレームは、従来のカートに加えて、コーナリングが得意なバイク、オフロードに強いバギーの3タイプがある。バイクは前々作、Wii 以来の登場となり、改善点としてウィリーは、加速状態の時に演出としてのみになった代わり、Wii と違いバイクでもスーパーミニターボが発生するようになった。バイクは、Wii と同様に、 ドリフトタイプとハングオンタイプが存在し、ドリフト時の挙動が異なる。カート、バイク、ATV フレームは合わせて37種、タイヤは21種、グライダーは14種、その組み合わせは1878通り、キャラクター36人も合わせると、全391608通り存在する。ウィーと同様に、ピーチデイジーロゼットの3人。 およびピンクゴールドピーチはバイクに登場すると服装がバイクスーツに変わる。なお、本作では一部のパーツの能力が同じ部分の他のパーツと共有されている。デラックスでは能力がより細かく設定され、全く同じ能力のパーツは大きく減少した。本作ではアイテムは21種類登場し、そのうち本作からの新アイテムは4種類ある。アイテムは コース上のアイテムボックスを通過すると入手できる。本作では7まで続いていた順位が下位になるほど強力なアイテムが出やすいという仕様が廃止され、1位との距離によって出現するアイテムが変わる仕様となったため、アイテムの出現設定も大幅に変更されている。これにより、今まで下位でしか入手できなかったサンダーやスター、 パワフルダッシュキノコといった強力なアイテムが注意、極端に差が開いていれば上位でも出現するようになった。逆に状況によっては再開でもバナナや緑コーラ、コインが出る可能性もある。本作では過去シリーズと異なり装備しているアイテムを使い切るまで次のアイテムを手に入れることができなくなった。またコースアウトしても所持しているアイテムは没収されなくなった。 なお、アイテムはキャラクターが手に持つため、相手の獲得したアイテムは、レース画面でも直接視認ができる。ゲームパッドのマップ画面にも、各ドライバーが所持しているアイテムが表示される。ハチデラックスでは、マリオカートダブルダッシュ、以来のアイテムの2つ、同時保持が可能。本作初登場の新規16コースに加え、 過去のマリオカートシリーズからリメイクされた16コース、追加コンテンツによる配信で追加される16コース、K シリーズ史上最多となる48コース。スウィッチ版、8デラックスでは48コースすべてを最初から選択可能。内は英語名。本作のコースのほとんどに観客がいる。DLC のエキサイトバイク、動物の森、リンリンメトロ以外のオリジナルコースは、 すべて半重力ゾーンが存在し、一部のリメイクコースにも存在している。また、BGM に生演奏が収録されているコースが多い。同じコースでも 150cc と 200cc では、スタッフゴーストの使用キャラクターやマシンカスタマイズが異なる。キノコカップフラワーカップスターカップスペシャルカップ外観や構造が大幅に変更されたコースが多い。 オリジナルコース同様、多くのコースで生演奏を収録した BGM が使われている。コーラカップバナナカップコノはカップサンダーカップスイッチ版8デラックスでは最初から収録されている。卵カップゼルダカップ動物カップベルカップ EU 版8ではマリオカートシリーズで初めてレースコースを使用しており、バトルモード専用のコースは存在しない。また、 N64 ヨシーバレーの逆走防止用の段差はスロープで埋められ、Wee ーモーモーカントリー、GC シャーベットランド N64 ヨシーバレー以外のコースのグライドボードは撤去されている。また、キノピオハーバーではスタート近くの2つのダッシュジャンプ台は撤去されている。マリオサーキットではパックンフラワーが出現しない。 発売前2014年2015年以降2014年8月27日にバージョン2.00が公開されて追加コンテンツの機能が実装された。このようにマリオカートでの追加コンテンツはシリーズ初である。これには歴代のコースやキャラクター、マシンパーツも追加される。メルセデス・ベンツコラボレーションカートクラ、W25 シルバーロ、300SL ロードスターの3種類。 メルセデス・ベンツとのコラボレーションによるカートで、マリオカートシリーズ史上初の実在車両である。2014年8月27日に配信開始された。200cc クラスシリーズ初、150cc よりも、さらに早い 200cc で、全コースをプレイできるようになった。あまりにも早いため、コースによってはブレーキを駆使する必要がある。2015年4月23日に配信された。 当初 150cc の全カップで優勝するとプレイできたが2015年5月1日に配信された更新データをダウンロードすると最初からプレイできる。デラックス版ではグランプリに加え新たにタイムアタックでも選択できるようになった。2014年8月27日には第1プラス2弾まとめてお得パックとして第1弾と 第2弾の割引セットの予約を開始した。なお、両方の追加コンテンツを予約、または購入した状態であると、発色のヨッシーと、平方を使うこともできるようになる。ゼルダの伝説パックゼルダの伝説シリーズとのコラボパックで2014年11月13日に配信開始。リンク、タヌキマリオ、ネコピーチの3キャラクターと、ゼルダカップ、卵カップの2カップ。 4台のマシンパーツが追加。動物の森パック動物の森シリーズとのコラボパックで2015年4月23日に配信開始。村人、しずえ骨クッパの3キャラクターと動物カップ、ベルカップの2カップ、4台のマシンパーツが追加。自動で30秒程度に編集されたハイライト映像をマワース上に投稿することが可能で、そのハイライトを 他のユーザーと干渉しているかのように楽しむことができる。マバースで一般ユーザーが動画を投稿できるようになったのは当ソフトが初。また、ハイライト映像を YouTube にアップロードすることができる。また、マリオカート TV のウェブ版が発売日と同時にサービス開始。マバースのように2度でログインすることによって自分やフレンドがアップロードした映像を スマートフォンやパソコンで閲覧可能。ログインしなくても見られた。2016年4月5日限りでサービスを終了した。2014年の E3 で Wii U ゲームパッドの NFC 読み取り機能を持ったフィギュア、アミーボと連動することが発表された。NFC リーダーにアミーボをタッチすると、そのキャラクターに応じて民用のレーシングスーツが入手できる。対応アミーボは以下の通り。 2014年11月13日に配信された更新データでソフトを更新するとアミーボと連動するようになる。マリオカート8デラックスは2017年4月28日にリリースされた任天堂スイッチ用のアクションレースゲーム。Wii U 版の DLC がすべて収録されているほか、新要素が追加された。マリオカート TV は YouTube への投稿機能が削除され、 過去6レース分とお気に入り登録した6レース分の最大12レースのリプレイを鑑賞できるモードに変更された。2018年6月26日の更新で、Nintendo Labo t o c o n 01、バラエティキットのバイクトイコン。2018年9月19日の更新で、Nintendo Labo t o c o n 03、ドライブキットの車トイコンによる操作にも対応。トイコン使用時は、 キャラクターの背中越しの視点がデフォルトとなる。ゲームモードキャラクター Wii U 版の DLC に加えて、キング・テレサ、カロン、クッパ・ジュニア、スプラトゥーンのガールとボーイなどが追加された。アイテムアイテムが2つ持てるようになったほか、以下のアイテムが追加された。コース DLC 追加コースを含む48、コースすべてを最初から選択可能になった。 バトルステージ2021年6月の時点で3708万本の累計販売本数を記録している。これは2020年に社会現象を巻き起こした集まれ動物の森の販売本数を超えており、Nintendo Switch のソフトとしては最高の売り上げ本数になっていると同時に発売から4年、経過しても出荷され続けている異例のロングセラーゲームとなっている。 マリオカート8デラックスに関するカテゴリー、ありがとうございます。